はい、どうもこんにちは、岩下スティーブンです。というわけで今回は鬼滅の刃のプライズフィギュア、こちら2つをね一気に紹介していこうと思います。一つ一つでも全然良かったんだけど、こちらのつゆりかなおの方が女の子フィギュアだから、ちょっと僕がしどろもどろするだろうなっていうことで、この上半身裸でムキムキの猪之助でどうにか中和しようかなという作戦です。両方ともプライズはプライズなんだけど、なんだろう、その段が違っていて、こちらのかなおの方が7の方で、こっちの猪之助が8の方、7と8で、こっちの猪之助に関しては確かもうちょっと前にラインナップはされていたんですけど、それの再販というか再ラインナップみたいな感じらしいです。で、対してこっちのカナオの方が多分こっちの7の方で初めてラインナップされたんじゃないかな。まあというわけでちょっと段がバラバラなんですけどね。ちなみに7の方の方にはカナオだけではなくてセピアカラーの炭治郎もラインナップされています。で、逆に8の方の方にはセピアカラーのカナオがラインナップされてると、そんなラインナップなんですけど、セピアカラーの方はちょっと取ってきませんでした、というか来れませんでした。というわけでこちら2つ開けていきましょう。ちなみにこの2つ持ってみた感じだとね、カナオの方がなんか圧倒的に軽いんですよ。逆に猪之助がなんかそんなに重量があるような要素あるかな。しょんじゃこちらね、開けていきましょう。男らしく、男なら誰かのために強くなれ、よっしょい、つーどすこい。これ男らしいのかな。早くもいろいろ保つのがしんどくなってきた。組み立てはそんなに必要なさそう。ひたすら後ろ向いてるわ。入ってるのは至ってシンプル、胴体と頭と台座だけ。台座の穴の間隔よ。穴の間隔これだけで済むんだったらもうちょい小さくていいのに。組み立ては簡単で頭をドッキングで、これで台座につければ、おっと危ない危ない、気をつけなくちゃな。はい、というわけでとりあえずカナオの方は完成。さあお次は猪之助。ふんふん、よし猪之助衝突猛進、よしよいしょ。猪之助はカナオと比べると刀がちょっとバラバラになっていますね。中身は二刀流の日輪刀とボディと頭、あと台座がついています。カナオと比べたらちょっとパーツが細かいけど、まあ別にそんな複雑ではないよね。頭つけて腰のところに下にカーブが来る感じで接続、逆もつけて、これで台座を、おっと、何もないわ。台座をつければ、はい、猪之助の方も完成です。組み立ての方は全然複雑じゃありません。さあこちら2つとも完成したんで詳しく見ていきましょう。まずはレディーファーストでカナオから。さあというわけでまずはつゆりカナオ。カナオじゃなくてカナウォなのがなんかいいね。このフィギュアシリーズはだいたいアクションポーズをとっていない棒立ちの状態なんだけど、ちょっとおしとやかな感じのポーズになっています。まずお顔の方、大丈夫だよね、これ本物だよね。鬼滅の刃のプライズに関しては公式が注意喚起するほど偽物が出回ってるから、多分普通にゲームセンターとかで撮る分には問題ないんだけど、お店だとか主にネットで販売されてるものに偽物が混じっているらしいです。皆さん気をつけてください。ちなみに僕は原作の21巻まで読んでるけど、一応まだ原作を読んでいなくてアニメしか見ていない人のために、僕の口からなんかネタバレ的なことは言わないように気をつけます。なのでコメント欄の方でもアニメ以上の情報は出さないでくれるとありがたいです。キャラクター的にもあんまり喋んない無口な子だから、表情がなんかすごいそれを物語っている。瞳の色はなかなか濃い紫色、黒髪パッツンの髪の毛でちょっと見えにくいけど、目の上の方にはプリントでまぶたっぽいものが表現されています。これ見てわかる通り、目がなんかちゃんと全部開いていない感じなんですかね。このアンニュイな感じがまた魅力の一つでもありますね。目のハイライトの入り方なんかもすごい忠実。そして唇には紅を塗ってるのかな、ほんのりと赤くなっています。そしてこれ髪型はポニーテールっていうよりもサイドテールってやつかな。髪の毛もダラーンと垂れてるってわけではなくて、こっちから風が吹いてるかのようなアクションがついています。横顔の方もなかなか美しい。で、耳の横から髪の毛が出ていて、ちゃんと生え際っぽいものも造形されています。そして髪を縛ってる髪留めの方は蝶々の形、ピンクとグリーンの色合いがもろに胡蝶忍さんですね。虫柱でもある忍さんのつぐ子だからつけているのか、まあそれか同じく蝶屋敷にいる葵ちゃんもなんかこんなような髪留めつけていたから、忍さんの元で働く人たちにはみんな配られんのかな。男があそこで働いてもこれもらえんのかな。そしてボディの方、服装は普通に鬼殺隊の隊服かな、隊服のロングスカートタイプ、色の方は結構濃いめの紫色になっています。この辺は本人のイメージカラーとかに合わせたりするのかな。そして単純に隊服を着ているだけじゃなくて、その上からなんだろう、これはなんか白いローブ的なものをまとっています。この赤い紐みたいなもので布を留めてんのかな。ここのところだけちょっと光沢感があって質感が分けられています。後ろから見るとまあちょっと大人しめではあるけど、ちゃんとシワも入ってるし、ダラーと垂れ下がってる感じではなくてちょっと躍動していますね。そして腰には日輪刀を刺しています。日輪刀は柄の部分がホワイト、ピンク、イエロー、なかなか明るめの色合いになってますね。つばの部分もなんとも可愛らしいピンクとホワイト、対して鞘の方は光沢感のある黒で先端がイエロー。
う。日輪刀が明るいんで大福と馴染まない感じがいいね。そしてこれ手の形の方もなかなか細かいね。指をだらーんと垂らしてるんじゃなくてちょっとピシッと伸ばしています。絶妙に脱力しきっていないところになんかいつでも戦えますよっていう、その辺の実力みたいなものが見えますね。そして長めのスカートの方もこうちょっと風にたなびいてる形。そして膝から下が結構なロングブーツ。紐がめちゃくちゃ多いからなんか着脱めんどくさそうだな。こっちも比較的明るい色合いをしてますよね。ホワイトカラーに靴紐だったりつま先かかとソール、この辺がベージュカラーになっていてなんともおしゃれ。この辺はさすがに複雑だからかちょいちょい塗装がはみ出ています。そして足のポーズの方もちょっと内股で右足の方に重心がかかっていますね。左足のかかとがちょっと浮いてる感じがまた細かい。というわけでつゆりかなおの造形はだいたいこんなところでした。さあお次はこちら橋平伊之助。かなおと並べてみるとほんと真逆ぐらいのキャラデザ、一気に男っていう感じが漂ってきましたね。ポーズの方もだいぶ勇ましく自信ありげな感じです。これ横から見ると分かりやすいんだけど、ちょっと前かがみというか頭がちょっと前の方に出ていて前のめりな状態になっていますね。この辺のポーズも伊之助らしいだいぶ野生味のある感じになっています。さあというわけでまずはお顔の方なんですけど、この綺麗なお顔立ちに対してのムキムキボディっていう組み合わせがなんかいいね。今回はこれ井の頭撮ってるんだけど、確かプライズではちゃんと井の頭かぶった状態もあったはず。僕はどっちかっていうと井の頭かぶってる状態の方が好きかな。目の方はグリーンでなかなか長いまつげが書いてあります。まつげといいこの眉間のシワの寄り具合といいなかなかの目力がありますね。そして口元の方はにやりと不敵に笑っています。そして髪の毛の方は結構長めで先端に行くにつれてだんだんブルーになっていきます。ここら辺のグラデーションもまあなんともおしゃれ。ちゃんと後ろから見ても先端の方がだいぶ青くなっていますね。前髪の立体感なんかもなかなか絶妙。さあそして何にも着ていない上半身、この辺はほんと各部の筋肉造形がいいね。大胸筋もたくましいし腹筋もシックスパックに割れています。ちょっとだけおへそが造形されているところがまた細かい。横から見た時の前鋸筋なんかもかなりくっきりしていますね。この広背筋の方もなかなか発達しているんで正面から見ても膨らんでいます。鎖骨だったり首筋、肩のところもしっかり造形されています。肩の方も横から見るとなかなかの筋具合、肩と二の腕の間なんかもすごいはっきりしていますね。この上腕二頭筋から肘にかけてここのところが少しへこんでるのがまたリアル。正面から見たここの肘のところもへこんでいます。なんかこれは普通に絵を描く時の筋肉の参考にするのにちょうどいいかもね。そしてギュッと固く握りしめた拳、拳のこのゴツゴツした骨だとか筋のところもリアル。後ろから見た時のこの小指付近のシワの集まり方もいいね。背中の方にも縦一本に綺麗なラインが入っています。この辺も背中の筋肉だとか肩甲骨の感じとか、あとは首の後ろのここのところがちょっとだけ骨かな膨らんでいます。背中のこの筋肉の造形の方もなかなかリアルというか、なんかいかにも筋肉ですよって感じに無理やり立体的にしていないところがまたいいね。多分これあえて左右でなんか凹凸の具合を分けてるんだろうね。パッと見だと分かりにくいかもしんないけど、この伊之助はねポーズ的にちょっと左の方に重心が傾いてるんですよ。なのでこれよく見てみると左肩がちょっとだけ下がっているんですよ。多分その辺の重心も考えたような筋肉造形になってるんじゃないかな。まあ、単なる個体差ってこともあるかもしんないけど、この上半身の筋肉造形はなかなかいいね。そして筋肉むき出しゾーンを抜けて着衣ゾーンに入りました。腰にはもう全体が布でぐるぐる巻きにされた日輪刀。カナオは腰のベルトの方に刺してるからまだわかるけど、伊之助に関してはこれどうやってつけてるのか全然わからん。残念ながら抜刀することはできないけど、この布の感じだとか上のあたりでちょっと縛ってるところとか再現度はなかなか。ちなみに中身の刀はこんな風に刃がギザギザになっています。これは食玩の日輪刀コレクションのやつだけど大きさはほとんど一緒ですね。どっちかって言ったら腰におとなしくつけていないで両手に日輪刀握ってるポーズでもよかったかな。そっちの方がなんか伊之助っぽいような気がする。そして腰にはなんともふさふさした感じの動物の毛皮。前の伊之助のフィギュア紹介した時あんまり分かっていなかったけど、どうも腰につけてるのは鹿の毛皮らしいですね。この辺もボサボサの毛並みがなかなかリアル。そしてちゃんと履いてる大福のズボン、筋肉造形もいいし、このズボンのダボっとしたシワの感じもいい。横のところにはちょっと縫い目のような造形があって、後ろから見てもこの布の寄り方いいわ。後ろの方にも縫い目なのかスラックス的な跡なのか、縦にピーッと折り目のラインみたいなものが入っています。そして膝から下は別にこれすね毛がすごい剛毛ってわけではなくて、これも腰と同様に動物の毛皮をまとっています。足のこの黒い毛皮の方は熊の毛皮らしいですね。熊の毛皮の方はなんかこうだいぶゴワゴワしていそう。そして足元は裸足で草履を履いているっていう感じかな。草履の鼻緒っぽいものが見えていないけど多分そうなってるはず。そして足の方も右足だけちょっとかかとが上がっています。ちなみに足の裏は草履っぽい感じで足の裏までしっかり造形されています。ただやっぱりこの凸ピンいらねえな。台座側に凸ピンが一番の理想なんだけど、まあしょうがない。というわけで伊之助の造形もだいたいこんな
ところでした。はい、というわけで今のところ持ってる絆の層のやつ並べてみましたけど3体しかありません。ちょっと前に偽物と共に紹介した善逸なんだけどね、あれはあくまで偽物の注意喚起 &PR の動画を作るために提供元のフォーリアルさんからお借りしたものだったんで、善逸の方はお返しして普通に今手元にありません。なので今のところこのシリーズで持っていないのは善逸とねずこちゃんと義勇さん、だいたい今半分ぐらいないことになりますかね。まあ、とは言ってもこれ炭治郎も微妙に違うからね。やっぱり炭治郎のトレードマークでもある黒と緑の市松模様の羽織がついてるやつが欲しいね。そしてこれ3体並べてみた感じだと身長差はそんなにないかな。かろうじてだけどこの中ではカナオが一番小さいかな。はい、というわけで今回は鬼滅の刃のプライズフィギュアシリーズ絆の層七の方より、こちらつい入りカナオと八の方の橋平伊之助、この2体を一気に紹介してきましたがいかがだったでしょうか。両方ともポーズはおとなしめではあるけど、まあ各部細かく作り込まれていましたね。特に伊之助の筋肉はやっぱりすげえわ。今回のこの伊之助みたいな感じで過去にラインナップされたものがまた出てくるっていうパターンもありますから、また再登場するようなことがあって残りの3人も揃えたいね。それ以外にもまあまだアニメの方ではそんなに本格的な活躍はしていないんだけど、他の鬼殺隊の柱のメンバーなんかも立体化してほしいね。特にやっぱり甘露寺さんかな。よろしくお願いします。紹介するとしたらカナオ以上にドギマギしそうだけど、まあ、出たとしても普通に紹介せず眺めてニヤニヤしてるだけかもしんないけど、まあ、また何かしらゲットしたら紹介するんでよろしかったらご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。